はい、ということで今日はですね、こちら見てください。これはもう視聴者さんからいただいたものなんですけども、海外なんですよね、きっと。すごい英語とかで書いてあるんですけど、まあ日本語表記もあります。猫の飼い主さんでもあんま見ない商品なんじゃないかなっていう感じです。今日はこれでちょっとね、遊んでみたいと思います。あー、こっちがおやつなんだ。こっちはおやつなんだ。ね、ちゃち、気になる？まあ僕が最初思ったのが、ちゃちさん、ここにおもちゃを入れて遊ぶってタイプなんですよね。で、これがすごいいろんな動きをして、面白いっていう感じらしいです。こんな感じね。ムースみたいな。え、これ入れちゃっていいの？これ。キャットフードじゃなくて、これを入れるってこと？吸うの？ちょっと洗ってこよう。とりあえず入れてみましょうか。絵にも書いてあることだし。はい、入れました。ほんと合ってるよね、これ。あ、匂い嗅いでますね。なるほどね。あ、舐める感じやん、これ。吸うのかな？どっから匂いするかって感じだね。バロ君も、あれ？みたいな。あれ、ご飯のとこじゃないなぁ、みたいなね。そう、本当はじゃない。これなんだよね、正体は。バロ君が今回は、打って変わって、興味津々ですね。前回はチャチャがすごかったけど。舐めます。チャチャも来ました。どうや？どう？舐めるね。確かに面白いかもしれないね、これだったら。噛んだぞ。確かに面白いかもしれない。よいしょ。はい。反対向きに。もしかして人間が手で押し出してあげればいいの？行くよ。出るかな？せーの。出る？出てんのこれ。出てないよね。この中ですごいぐちゃぐちゃになっちゃってる。違う、マロ君。おーおーおー、すごい。マロ君がっついております。おーおーおー。はい、ちょっと今洗ってきまして、こちら、サイエンスダイエットの、ちょっとね、粒が大きいんですけど、このなんだ、毛玉ケアのやつかな。これを入れたいと思います。これ入れたらちょうどいいんじゃない？こういう遊び方なら。あー、諦めちゃったか。ちゃちゃっていう感じかなーって思ったんですけどね。食べていいよ、ちゃち。うん。はい、ということで、ぜひちょっと使い方分かる人教えてください。俺使ったことある人、ぜひちょっとコメント欄で教えてください。